里崎チャンネル。部長。こんにちは。お、初めて。はい。今日はちょっと佐藤さんが担当してくださったんで。いやもう直した方がいいかなと。あとよく見えるから。はい。さあということで、はい、ドラフトチェックということで、はい、今日は阪神タイガース。お。はい。阪神。なんとドラフト1位、うん、佐藤輝明投手、近畿大学4チーム、はい、強豪のもと引き当てるっていう、はい、矢野さんがね、はい、佐藤輝明選手ですね。あ、何て言ったんですか、はい、投手って言いました。いや言ってないです、選手って言いました。本当ですか。はい、チェック、はい、リプレイ、リクエスト、はい、リクエストお願いします。なんとドラフト1位、うん、佐藤輝明投手、近畿大学。はい、ということで、はい、言ってました。言ってません。絶対言ってました。いいですよ、はい。ということでね、はい、オリックス、はい、阪神で、そして巨人、うん、そして、どこだったっけ、あと1球団が、あと1球団が、ソフトバンクが、はい、競合して、はい、一番最初に福良さんが引いて、次矢野さん引いて、はい、もう原さんと工藤さんはね、当たりくじなかったっていうね、うん、巨人が10連敗とか言われますけど、はい、当たりくじなかったらもうどうしようもないじゃないですか。そうですね、っていうところでね、矢野さんが引いて小さく勝ってますっていうね、うん、っていうところで、いや矢野さんちょっと見るのが遅くて、うん、あれこう私たちこう見てるじゃないですか、うん、他の3人がもうあれないな、ないな、え、誰だよ誰だよって言ったんですね。矢野さん最後ない時にこうやって見るの面白いですよ。面白いです。違うな。でもあれですね、早川投手もこの阪神の佐藤君も2人目で引きましたね。そうなんですよ、うん、でその後ね、ロッテも強豪になった、はい、あと鈴木君でしたっけ。あ、そう、鈴木君もね、はい、2人目ですよね。そうでしたね。あ、だから1人目が引けないっていうね、はい、新しくやったのにっていうね、ところですけども、はい、まあ、見事引き合ってですね、まあ、松井秀喜さんになれるかっていうね、はい、まあ、体も大きいですし、うん、でもまあ多分ですけど、はい、まあ、福留もね、事実上の戦力外っていうところで、はい、ライトかなっていうね、うん、ポジションは、はい、大山がいるんでね、うん、サードは。そうですね、そっか。で、ボーはもうまだ対談かっていうニュースは出てるらしいんですけど、うん、別に対談まだ分かんないらしいんですよね、はい、でそういったところで、まあ、ボーが残ったらファーストボーアにもなるし、うん、もうそれがもしボーアが対談するとしてもマルテがね、はい、いるんで、うん、だからもう大山を使わなきゃいけないんで、今年の開幕みたいに、はい、サンズ、マルテ、ボーアの3人を使えないんですよね、うん、そういったところの起用っていうところも考えたら、まあ、もしボアが短大してもマルテがいるんで、はい、そう考えるともうライトですね。うん、ライトに、はい、もうじゃあ来年もうすぐライトで入るだろうと、まあ、入れたらね、だから構想としては多分ライトなんじゃないのかなっていうね、はい、ところで、まあでもね、タイガースはなんて言っても、うん、まあ、今年ね、今現在は3位にいますけども、はい、チーム防御率は 3.48 と巨人に次いで2位なんですよね、はい、でもチーム打率が2割4分4厘とセ・リーグ最下位なんですよ。うん、だそういったところでもやっぱりね、なかなかきついっていうね、はい、打撃陣をどうにかしたい、うん、あ、僕ちなみに僕何て言ってました阪神、阪神は、まあ、1位は佐藤君行くだろう、はいはい、で2位で二遊間を絶対取れって言ってました。はい、そうじゃないですか、はい、でも2位はあら、投手ですね。投手 JR 東日本、はい、伊藤正史投手、はい、アマ屈指のゲームメーカー、能力を誇るサワンっていうね、はい、で3位が、佐藤蓮投手です。静岡、はい、上武大学、あ、飛龍なんだ、はい、へえ。最速155キロ、はい、直球と140キロ台のフォーク、うん、で4位がキャッチャー坂枝裕貴選手、キャッチャーと高知から立命大学から、はい、ね、キャッチャー捕手で入団と、うん、で、5位村上頌樹投手、はい、東洋大学から選抜優勝右腕、最速119キロ、回転数多い、分かっていても打てないまっすぐ、うん、それは打てると思う、分かってたらそうですか、まっすぐ行きますって来たらそれは打てる、はい、プロなら、プロなら、はい、で、6位中野拓夢選手、三菱自動車岡崎から内野手、やっと内野手、ここで6位で、あら、佐藤さん2位で絶対取るって言ってましたよ。バットコントロールに優れた俊足を生かした守備、走塁も魅力、はい、即戦力のリードオフも、ね、はい、で7位高寺望選手、上田西、うん、はい、内野手、内野手、身体能力自慢のショート、うん、で8位石井大地選手、はい、四国アイランドリーグコーチ、秋田高専から、秋田から23歳、
はい、直球の質がさらに向上しドラフト戦線に躍り出たっていうね、はい、で育成で岩田正樹選手九三大九州で甲子園出て九三大学から22歳福岡出身指名っていうね、支配下8人育成1人っていう展開になりましたけども、はい、投手4人キャッチャー1人内野3人外野0で矢野監督かなり100点に近い高校生の取りたい選手が取れなかったマイナスはあるにしても、うん、この順位でこの選手を取れたということもあると100点に近いと思っていますと、はい、っていうドラフトです。うーん、高校生の取りたい選手って誰だったんだろうね。これ誰っていうのは教えてくれてないんですもんね。誰が取りたかったかっていう。そうですね、ひょっとしたら中森行きたかったのかなんですね、地元だから。2位でね、ウェバーはロッテの方が、でもウェバーは阪神の方が先だから、ウェバー順で言えば中森も取れたわけだから、うん、違う。だから高橋か、それかあれかな、もっと下の方 で, もの方で。でもそうなるとそれは残ってないよ。あ、そうですね、はい、でもね、うん、二遊間ひょっとしたらね、はい、マキ取りたかったかもわかんないね。あ、その中央大学の牧秀悟選手、うん、でも DeNA がさっきウェーバーで取っちゃったんで、うん、取れなかったのかなっていうね。あ、なるほど。ところもあるんですけど、はい、だからもうあの木浪糸原でどうにか、うん、まあそこの守備力どうにか改善しますってことじゃない。はい、今いる選手で、うんうん、新しい選手だから、もうそれはもうチーム内でどうにかしていくしか、だってもうエラーが多いんで、うん、もうそれはもう事実として否めないんですよね。はい、去年阪神がね、はい、投手3人欲しい1人、うん、内野1人外野1人と、であの高校生ばっかり取って、はい、で6位のね小川一平投手だけ大卒で、はい、で今年もちょろっと投げてましたけども、はい、そういったドラフト戦略でしたね、うん、昨年は高校生ばっかり1人、はい、で今年はね高校生が、高寺望む選手、はい、1人です。あ、7位の高寺選手だけ、はい、あとはもう大学社会人出身の選手、うん、で要は8人中今度は7人大卒社会人ですよ。はい、1人だけだから去年と まるっきり逆ですね。そうですね、はい、でも投手を結構多めに取ってるんですけど、はい、そこまでそんなねっていうところありますよね。ピッチャー結構いますもんね、うん、はい、だからこれ見ると大野阪神説もあるのかなと思ってたんですよ、はい、中日、うんうん、なんかその大野が京都出身で、はい、で藤川球児に憧れて22番つけてるらしいんですよ。阪神がはい、藤川球児引退するじゃないですか、うん、22番開くじゃないですか、はい、用意してるぞとがあるのかなって勝手に思ってたんですけど、はい、2位で伊藤選手左に取ってるし、はい、あでなんかピッチャーね多く取ってるから、うん、でピッチャーはまあ今年の成績でもまあまあいいわけじゃないですか、はい、ね、別に うん、そんなに悪いわけじゃないと、はい、そしたらそれはこうへんのかな、まあ、じゃあそういうルートがあるってわけではないのかもしれないないのかなっていうね、まあ、分かんないですけど、まあ切ってさらにまあ熱くするってことですね。まあそれは壊したことないですけどね、はい、っていうところもね、だからまだ 100% じゃないんだなっていうね、はい、うんうん、でところと、まあ、この佐藤選手を取れたっていうところでね、はい、まあ、こう打線はこう佐藤選手に頑張ってもらってっていうところはありますけども、はい、まあ、どうなるのかっていうね、うん、入ってみて、そうですね、うん、でまたキャッチャー取りましたね。そうですね、キャッチャーは、はい、阪神数はいるんですけど、はい、その若いやつがそんな少ないんですよ。26以上とかっていうところと、はい、ひょっとしたら原口をコンバートしようと思ってるのかもわかんないですね。他のポジションに、うんうん、そういったところでキャッチャーを取ったのかもわかんないっていうところと、はい、若手の突き上げに不安っていうかね、はい、納得ができないっていうところで、まあ、早めに残ってたから取ったのかなっていうところはね、うんうん、あるかなと思いますけど、はい、上位で二遊間は行った方が良かったんじゃないのかなって正直思いますね、うん、まあ、今でもちょっと思うと思う、今でも、うん、そこはまあいなかったから取れなかったのか、はい、戦略上もう木浪と糸原で行くっていうね、うん、でもしそこがもう抜けた場合の後釜とかも大丈夫なのかな、小畑で行くのかなとかね、はい、いろいろありますけども、うんうん、どうなのかなっていうところはありますけども、はい、そこら辺はね、うん、1年間やってみて1年後、うん、ほらね、やっぱ取っとくべきだったでしょってなるかもしれないし、はい、あ、すいませんね、いらなかったですねやっぱりっていうところになるかもわかんないし、これはもう結果論で判断していくしかないんでね、はい、1年後どうなるのかっていうところありますけども、この1位の佐藤選手のね、やっぱどこまで頑張れるのかっていうのは非常にすごいでかいんで、はい、非常に興味があるっていうところと、187cm 94kg、うん、柳田選手みたいな感じですよね。そうそうですね、はい、うん、で、あの目標数選手、柳田選手って書いてますからね。あ、書いてますか、はい、はい、糸井2世の逸材なのにね、うん、糸井選手も大きいですもんね。それだと柳田2世でよくないですか。
そうです。柳田に憧れてるって書いてんだったら、はい、柳田2世でいいじゃん。そうですね確かに。でそれで投手力を厚めにしながら、うん、まあ、あとはこの中野選手がね内野手、はい、どこまでね、うん、そのタイガースの内野陣に加われるのかっていうところでね、まあ、24歳なんで本当に即戦力でね、来年25歳になりますから、はい、行かなきゃいけないっていうところで、まあ、どういう戦いぶりを見せるのかっていうところは非常に楽しみだなっていうね、はい、だからまあメッセージは分かりやすいですね。糸原ひなみで行くやから別に内野をいらへんねんっていう、はい、何言っとんねんお前さつ、うん、ここで行くんやからもう守備エラー多いけど改善するのにさつかる大丈夫なんやと、うん、で投手陣もあって損することはないと、うん、集めに行くんやと、はい、っていうところ でキャッチャーも駒足りひんし、うん、原口コンバートの案もあるわと、うん、で取ってっていうところだよね。まあまあメッセージとしては分かりやすかったですけど、はい、うん、あ、もうそういう考え方なんだなっていうのが分かりましたね。そうです、うん、でも去年は高卒一人社会人、はい、大学か、はい、今年は大卒社会人一人高校生、はい、この極端なドラフトが来年、はい、うん、だから来年は去年のドラフトの選手が2年目になるんで、はい、そこら辺がどう変化してるのかを見ながら、うん、ダブルでチェックです。そうですね、タイガースは面白い、はい、はい、というところで、まあ、タイガースはね、うん、まあ、よく分かりやすいメッセージもありましたし、はい、まあ、佐藤君のね活躍、うん、どこまで頑張れるのか、あとはこの6位のね中野拓夢選手、はい、内野陣をかき乱して一気に即戦力で、うん、守備力改善できるのか、はい、個人的には注目してます。1年目から主力を脅かす存在にって書いてますから、はい、頑張ってほしいですね、はい。